本日は戸塚ふれあい区民祭りにお邪魔しております。もうブースがいっぱい出てすごい盛況なんですよ。これからたくさんの子どもたちがやってくると思います。それではちょっとブースを見てみましょう。ここはどんぐりごま。この重心をこうやって削ってさ、変えるの。合わせてそうすると、このいったここから入ったのとここに一直線になる、一直線になると、こうやって、ビューンって。毎年ね、材料がなくなってくわけ。そう。これが探すのが大変だ。これ今ね、私なんか戸塚区なんだけど、隣の区の江南区まで行って拾ってきましたんで、江南区の人がいたときまずいんですけど。今年はね、8月の雨降ったでしょ、長雨、あれで小さいのみんな落ちちゃった。でね、どこの市民の森でも今台湾リスがすごく増えまして。台湾リス、で人間との競争なんですよ。で台湾リスと戦ってる。そうだけど台湾リス上のね、美味しいの取って、で残したものを人間が拾ってる。おこぼれように預かる。それが今日これでどんぐりごま作るわけ。作ったことある？ある。あります。学校で作ったことある。あ、そう。これね、リスがね、食べるのをね、おいちゃんがね、競争して持ってきちゃったんだって。リスの餌をもらってんのよ、少し。これ、ちょっと作ってみる？回すだけじゃなくて。やってみようか。作ってみます。キュッ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 。あー、鶴のようですね。綺麗ですね。小さく折ったものをこうやって組み立てて鶴にしてく。はい、いや、手間がかかりますね。200ぐらいパーツがいるそうですよ。200、215だ。これを全部一つ一つこうやって、ボンドで、そうでないと抜けちゃうから。皆さんね、たくさん来ていただいて、いいお天気だし、今日は一日楽しんでいただければと思います。で、クローレンの皆さんも若い人に負けずに、今日一日素敵な一日をお過ごしくださいね、会長。はい、そうですね。今日お手伝いいただいているクラブ会員さんというのは何名ぐらいいらっしゃるんですか？そうですね、お弁当買ってきたのが25だから25人かな。あ、そうですか。この段、来てくださいって言って、いつもこのブースを出してくれる人たちが大体やってくれるんですよね。で、あとは会長、副会長っていう感じ。でもそれぞれも皆さん役割に慣れてらっしゃる感じが。そうなんですよね。そう毎年のことだから、もう一応この作って遊ぼうコーナーのこれなんかももう作ってきちゃうので買っていただいてくださいね。もうお任せでもどんどん進んじゃう感じはしますね。そうですね、ここはね。こちらではね、竹とんぼが置いてありますけども、それをお作りになったのが金子さん。はい、私でございます。
趣味の人、趣味でね。今日どのくらいお持ちになってきてるんですか。今日は350本ぐらい。それとあっちの方で竹とんぼの子を作っていく過程みたいなのが一つ一つありますよね。ありますね、うん、なかなか難しいね。途中で止めるのは難しいね。バランスもあったりするんでしょうね。そうそうそう、バランスはもちろん、一番バランスが問題ですね、左右バランスね、それとね、いかに薄く。金子さんすごい上手だから飛ばすのも難しいんだよ。飛ばし方っていうのはね、いつも僕小学校浜っ子のね教室を回ってるわけ。竹とんぼ教室で、一応資格ありましてね、はい、一応そうなんですか。竹とんぼはね陣が危ないですから、右手と左手では全然違うので、僕これね滑走路って言ってるわけ。滑走路、これ滑走路こうやってね、こうやってやるんだけどさ、よく飛ぶよ。ただね、ちっちゃい子供はねこうやってやらないで、こうやってやっちゃうのね。あ、こうやってで必ず滑走路をピュッてやるとね飛ぶわけ。頑張れ、せーの、すごい、すごいね。自分のね身長のね倍強とね分断って感覚。自分のせいよ。コロナでも7人で頑張りましょう。こうだぞ。こうじゃないから。頑張れ。いいよ。夜中に雨が降ったんでちょっと心配だったんですけど、今日司会にありましたようにね、本当にこの会は雨に遭ったことないです。こう晴れて楽しく、過ごせるということであります。今日はじゃあ心地よいお疲れですね。そうですね、この季節にしては本当にちょっと気温が高くてね、気温が高くて日差しも強くて、いい休みだったと思います。奇妙な機械がありますが、これ何ですか。これね、年寄りが針が糸が通らないんで、こうやって糸を通すんです。そうすると、あら本当だ。こういう風に、それでこれはね糸を切るのまであるんです。こうやって糸を切るのまで。はい。最近はすごいですね。私たち小さい頃家庭科でね運針とかやりましたよね。それがもうできないもんですからね。今こういういい機械があるんです。はい。今お嬢ちゃんがこうやって針縫ってね縫ってますけど、どう、難しい？あんまり難しくない。難しくない。やったことある？針持って。お上手ですよ。そうですか。上手。針目がねちゃんと整ってるし、で何年生って聞いたら4年生っておっしゃって、まだ家庭科運針始まってないみたい。5年生ぐらい。家庭科5年生からでしたもんね。そうですね。私たちも散々やりましたけども、そうそんな感じです。上手じゃない。中にビーズを詰めて、それで最後を飛べてるところなんです。そうですか、そう。もう形を作って、そして最後に一つ作るのにどのくらい時間かかります？一つ作るのにどのくらいかかりますかしらね。私は不器用だからちょっと時間かかるんですけれども。そんなでもないと思います。昔5つのお手玉で遊びましたよね。遊びましたね。懐かしいですけれどもね、今もうすっかり忘れてしまいました。3つでこうしてやったりね、よく廊下なんかでもう今できなくなっちゃった。お手玉で遊んだことってあります？はい、あります。今何年生ですか？5年生です。5年生です。5年生大きいね。こちらのところからこちらまで 0.5 ミリぐらいのところをずっとここからここまで縫ってくださる。あれしないでね、手に刺さらないようにね。私は違う。
ライフさんが関わるようになったのはどういう経緯からですか？というのはね、うん、私今の連合の方をやってますけれども、はい、前にね、はい、年寄りと子供さんで作って遊ぼうということで、メインは子供さんだったんですけれども、今あの大勢の方がですね来ていただいて賑やかにできてます。普段の活動としてはクラブさんとしては会員さんたくさんいらっしゃると思いますが、親睦のためとか、まあ、皆さん の, その健康を、ね、あの寿命のためとか、いろいろどんなことを主にやってらっしゃる？あの今年はね、白蓮の方で肝煎りで認知症、はい、この問題になってますので、認知症のサポーターですね、はい、これの老人会の中でですね、募って公会堂をいっぱいにして、はい、認知症サポーター養成講座、これをあのやらさせていただきまして、戸塚公会堂にいっぱいになりました。皆さんあのいろいろとあの年を取ってもからこそあの多分皆さん思ってると思うんで、それにサポートしていかなきゃいけないなとこんな風に思ってます。